はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。ですね、これは何かというと、恋国です。はい。恋国という、まあ、恋と、ね、まあ、恋の鍋みたいな、鍋料理、お頭付きです。はい。お頭付き。ね、これをちょっとね、食べてみたくて。作っちゃいました。ね、作り方はですね、ちょっと、変化を持たせたつもりなんですが。ですね、本来は、恋国というのは、恋と、まあ、味噌と、酒と、まあ、水ですね、をぶち込んで、1時間くらい煮込むんですけど、ちょっと、作り方がですね、ちょっと、八海山が、こちら、余ってたんで、八海山がね、余ってまして、やむなく、八海山を、ね、ちょっと見えづらいかな。この 1.8 リッターの八海山を、半分使ってしまいました。このなんか、これ、このね、水代わりに、ドボーって入れたのが、これ全部、八海山です。はい。本来はね、酒はちょっと少量、まあ、それなりに少量ぐらいなんですけど、残り水で、埋めようかなと思ったんですが、これね、1年前の八海山なんですよ、これ。製造年月日が13年の2月5日。って書かれてますね。なんでね、もう、いいやと思って。これ値段が確か 1.8 リットルの2000円で買ったやつなんですけど。うん。まあ別に、いいかなと。思いですね。まあ使ってしまいました。ね。まあとりあえず八海山をね、今回は、やっていきたいと思います。八海山の清酒ですね。一番安いやつ。1.8 リッターで2000円でした。ね、早速飲んでいこうと思います。こちら、八海山は、八海醸造株式会社。新潟県の南魚沼市のところですね。うん。この度は弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品の品質につきましては万全を期しておりますが、日本酒の特徴として香りや味などの品質は時間とともに変化します。保管条件、特に光と温度により変化の度合いが違ってまいりますと。本来の風味をお楽しみいただくために、弊社といたしましては冷暗所で保管いただき、できるだけ早めにご賞味いただければと。幸いでございますと書かれてますね。こちらですね、八海山これ、まあ、1.8 リットルのやつだと、普通のこういう茶色い瓶なんですが、これがね、八海山の、ワンカップの八海山ですと、ちゃんとね、銀色のね、なんか、こう、なんか、ガードなんか、こう、うん。銀色の、いわゆる、なんか、ね、で、遮光されてますね。あれは、八海山しか、多分、八海山のね、しか見たことないですね。遮光されている。まあ、とりあえず飲んでいきたいと思います。ね、八海山、1年前の八海山ですけど。ね、じゃあ、乾杯。うん。うん。ああ。うん。あ、うまいですね。うん。うん。うめえ。八海山うめえな。八海山うめえ。これ。
なんかすっきりしてるんだけど、しっかり結構甘くて。案外甘くて。でもこう、その甘さが、すっきりしている。なんていうの？なんか、すきっと、透き通る甘さ。っていうのかな。あんまりこうしつこくない。さすが新潟のね、有名な日本酒。多分八海山はかなりメジャーだとは思うんですけど。まあなんたって、魚沼産ですからね。南魚沼ですから。かなり水もいいし、米も一番いい。ね、米も美味しい。新潟で一番、ね、米どころの。うめえ。は、マジでうめえ、これ。八海山。すーごい。なんか、コクはないんのかな。しめ張りに比べるとコクはないんだけど、香りと、口の中に広がる甘さと、それでいて、なんだ、しっかりこう、キレがいい。そう、キレがいい。八海山のサイトに来ました。見てみましょう。普通酒でこのうまさ。やべえな。こっちの方が、あれだ。なんだろうな。しめ張りよかは、こっちの方が甘いような気がするけど。どうなんだろう。八海山の清酒ですね。日本酒度がプラス5。アルコール度数が15.5%。プラス5ですから結構辛口っていうかかなり辛口じゃねえか、これ。本当に？使用米が500万石と一般米ですね。ちゃんと日本酒道とかがしっかり、公式で書かれているのがすごい。公式ホームページに書かれているのが。なかなか日本酒道って公式に書かれてないことが多いんですよね。いやー。これはうめえな。いやー、参った。今度あれだな。八海山と、あれだな。しめ張りの飲み比べしてどっちうまいかちょっと順位付けしようかな。やばい、これ。俺今まで飲んだ日本酒で一番うまいかもしれない、八海山。なんだこのグイグイいける感じ。すっげえうめえ、これ。びっくりするほどうまい。しめ張りも確かにびっくりするほどうまいんだけど、しめ張りとか、コクがないっていうか、コクはないんだけど、結局、すっきりした系の、あれですね、日本酒ですね。すっきりしてる。とにかく。とにかく。あら、これあれだな。
俺、あれだわ。よく考えたらあれだ。俺、母さんにね、あれもらったから、バレンタインチョコもらったからさ、あれだ、ホワイトデーにこれお返しするか。八海山。あ、八海山は 720ml か。900ml じゃないんですね。あ、そっか。日本酒って720だったっけ。1.8 リットルと720と300と180ですね。まあ、基本これどこでも売ってますからね。新潟だったらどこでも定価で売ってるんで。多分定価で。だって1.8リットル2000円でしょ？ほぼ定価でしょ？売ってるんで。いやー、これはうめえな。ここまでキリッとしたというか、このスッキリとした。それでいて、日本酒とプラス5ってこれ嘘だろっていうぐらい甘い。本気でクソ甘いんだけど。本当にこれ辛口か？しかも辛口とかいうレベルじゃなく辛口だろ。プラス5ですからね。プラスへ行くほど辛口なんですよ。日本酒度っていうのは。マイナスへ行くほど甘口なんですけど。半端なくうまいな、これ。この、後を引かない甘さ？これがすごい。いやー。参ったな。ちょっとだけ、あれ残しとけばよかった。これ全部これに使っちゃったから、半分ぐらいか。900ml ぐらいこれに全部使ったからさ。この中に全部ぶっ込んだから。わあ、もったいないことしたかもしんねえ。これだけで、あれ、1000円分以上あるよ、これ。ちなみに、この濃いは、今日買ってきたやつなんですけど、値段が600円でした。600円で濃いの、粗切りみたいな。八海山は、普通酒と本醸造酒と、吟醸酒と、純米吟醸酒と、大吟醸酒と純米大吟醸酒。ってのが別々にあって、あとまたいろいろありますね。焼酎とか梅酒とか、ビールまであるんだけど。うん。いやー、うまい。ここに、そこのサイト、八海山のサイトに書いてあるんですが、日本酒の賞味期限がどのくらいですかと。Q&A で。日光の当たらない冷暗所に保存いただければ、1年くらいは問題なく美味しいだって。酒は、ですが酒は生き物でございますので。これ生物じゃなくて生き物って書いてあるね。すげえ。さすが。これあれじゃね？これ、酒は生き物って、これすごい、名言じゃないか。生物ではなく生き物って書いてあるね。思いっきり木が書いてあるから。あとは、日付の古くなったら日本酒は飲めますか？お召し上がりいただけますが、お口に合わなければ、料理酒などにお使いくださいと。お酒が白く白濁しているようであれば、火落ち菌といって日本酒の
味を著しく損ねる成分が含まれている可能性が高いので、白濁した酒は廃棄してください。どこで購入できますか？通信販売はしていますか？あいにく弊社では通信販売をしておりません。あっち。ああ。お客様のお住まいのお近くの取扱店様をご紹介させていただいておりますので、どうぞ気軽にご連絡くださいませ。だって。すげえな、これ。すっごい丁寧。しっかりご紹介してくれるんだったらすげえありがたいですね。いや、うまいな、これ。八海山の美味しい飲み方を教えてください。弊社の酒は、料理の酒を引き立てるような淡麗な、酒質を目標としており、冷やでも缶でも美味しくお召し上がりいただけます。冷たい常温の食べ物には冷やからぬる缶、温かい食べ物には常温から熱缶はいかがでしょうか。また高級酒、過去吟醸や大吟醸は熱缶酒に向かないなどと言われていることもあるようですが、弊社の製品は熱くしすぎなければお缶でもお飲みいただく場合も、冷酒では味わえない香りをお楽しみいただけると考えておりますので、お試しいただければ幸いでございます。はぁ、あ。ただし期間限定品の生酒タイプは、お燗をするよりも冷やまたは常温でお召し上がりいただくのがおすすめです。夏に限定販売の特別純米原酒は、冷やしてお召し上がっていただく。抱くことを想定し、品質設計したお酒ですので、マイナス12度程度に冷やしてキュッとお召し上がりいただくのもおすすめですって。マイナス12度程度にお冷やしてって、それ、凍らないの？マジで書いてんだけど、マイナス12度程度に冷やしてって、物理的に不可能じゃないのか、それ。冷凍庫って、そんなマイナス12度もなるっけ？そして、まだありますよ。よくいただく質問の過去、焼酎。日付の古くなった焼酎は飲めますか？アンサー。蒸留酒である焼酎は、醸造酒である日本酒と比べて品質が変わることがありません。日付が古くなっても全く味わいに問題が変化ございませんだって。はぁ？マジか。そうだったのか。八海山の焼酎。アルコール度数25度。うまっ。どうでもいいけどうめえ。何回も言うけどうますぎるこれ。あ、ヨーツベに動画も上がってますね。ちょっと俺あれしとくか。多分これ、八海山の動画のチャンネルっぽいですね。わかんないけど。ちょっと登録して、グッドしとこう。あ、評価無効だって。インディーテクノロジーズっていう、あれですね。チャンネルですね。ちょっとわけわかんないんですけど。はぁ、あ。マジか。てか、うまい。やべえ。あれ超えたかもしんない。やっば、これ。うまい。
なんていうか、こっちの方が辛口っていうのはわかるね。なんだっけ、しめ張りよかは。しめ張りに比べると、確かにこっちの方が深みがないんだけど、深みがないんだよね。深みがなくて、まあ、なんか、いわゆる水みたいな感じ。で、だから結局、日本酒って結構水みたいな感じっていうのが、そう感じると結構辛口なんですよ。俺の感覚から言うと。水みたいに飲めるっていう日本酒は結構辛口なんですね。辛口のことが多い。逆にね、ものすごいなんか、うわ、甘ったるーってなって、うわーって、口に残る感じの、だとこれ甘口なんですよ。これはね、やっぱ全然残ってこないんで、スキッと飲めて、うまいってこう、なんていうの？この感覚。まあいいや、なんか、グビグビ飲みまくれるんだけど。やば。ということで、忘れ去られていたこの、恋国。ね、食べていきます。はい、鱗ごと、全部ね。鱗ごとね、煮たんで。まあでも、30分しか煮込んでないからな。どうなのかわかんないけど。ね、お頭付き。そんじゃいただきたいと思います。骨が。あ、うまい。あ、うまいわ。ああ、うまい。この、ぶっとい鱗。あ、うまいわ。あ、うめえ。やっべ、うめえ。このなんか、結構プリプリしてる。小骨が多い。けど、これは、ちょっと待て。なんていうかな。結構肉厚。肉厚で、しっかりしてる。ああ、うめえ。そしてこのうまさ。あ、すっげえプリプリ。なにこれ、コラーゲン。コラーゲンや。鱗。鱗。あ、プリプリ。ああ。なんかゼラチン質の部分がある。うめえ。さっきね、このスープ、この汁をちょっと飲んだんですけど、八海山が全部入ってるだけあって、もうね、いわゆる熱燗にした八海山の、てか日本酒の甘いのがブワーッときましたね。やるんじゃなかった。いや、それはそれでうまいんですけど、なんか、ちょっとやっぱり考えもんだなと。うわ。
でも、鱗も結構、あれだな、柔らかくなってるから。別に食おうと思えば全然食える。なんか、うまい。鱗自体はうまくないんだけど、ものすごいですね、これ。うまいんだけど、ちょっと日本酒の味がちょっと主張しすぎてる。全部日本酒だから。何度も言うけど、これ全部日本酒だから。これが、この液体全部日本酒だからさ。やべえよ。日本酒がちょっと主張しすぎてる。失敗だったな。しかももったいなかったな。八海山がこんなにうまいとは思わなかった。普通に1年以上経ってるから絶対まずいだろうなと思って。あれだったんだけど、めちゃくちゃうめえんだけど。ガチで。何これ。やっぱこれ。うまっ。鯉のね。まあこれ、この鯉は養殖のやつですけど。鯉って結構臭いとかって、ね、言うじゃないですか。でもやっぱ全然臭みがなくて。結構、プリプリしてるし。なんだろう、このプリプリ。プリプリ、そしてこの、熱燗の池みたいな。これ一つ一つが熱燗飲んでるみたいな。甘い。ものすごく甘い。だってさ、これストレートで飲んでもさ、全然、ぶっちゃけ甘いよ、これ。おかしいよ、これ。ってぐらい甘い。甘いよな。ま、日本酒度プラスマイナス0ぐらいかなっていうぐらいの、俺の感覚で、ですけど。プラス5だもんね。すげえな。ああ、これは、やばいわ。これ、一個分かったこととして、これ日本酒全部入れるのはやめといた方がいい、絶対。絶対やめた方がいい。もうね、鯉の味とかいうレベルじゃなく、もう鯉の味とか、もうないもん。全部日本酒の漬けになってるもん。鯉の日本酒漬けみたいになってる。日本酒の味しかしねえ。本当に。せいぜい、日本酒は入れるとしても、まあ、そうだね、コップ一杯 200ml ぐらい。200ml ぐらい入れれば十分だと思うね。俺言うて1リットルぐらい入れてるからね、これ。本当に。嘘じゃない、これ。1リットルぐらい入ってるよ。本当に。これ全部だから、これだよ。これ全部八海山で。もったいね。
八海さんもったいね。うわ、うわ、うわ、これ全部あれだ。これ全部鱗じゃん。うわ、鱗ちょっと、鱗取った方がよかったな。うろこ絶対取った方が良かったわ。うん。もう濃いの味なんてもう、しないけどうまいけども、まあ、うまいけども。あ、これ濃いですかっていう。濃いの味って何っていう、もはや食感でしかわからない。あ、これ濃いなんですねって。うん、なんかね、あのね、甘いプラス、味噌、みたいな。甘い味噌みたいな感じ。本当に。なんか。くっそ甘い味噌。うん。まあでも、これはこれで勉強になったな。うん。ああ。めっちゃ日本酒の味がする。まあ、日本酒だからね。うん。うん。まあ、日本酒ですからね。実際。鍋の8割型日本酒だからね。うん。うん。まあ、でも、とりあえず八海山が異常なほどうまいってのは分かったね。うん。まず。うまい。八海さん、うますぎ。マジで。多分、今まで飲んできた日本酒の中で一番うまかったのが、しめはりつるだったんだけど、しめはりの花だね。だったんだけど、これ、やばいね。うまいね。あ、これあれじゃん。心臓？白子？ん？あ、なんか豆腐みたい。ん？なんだこれ、腸か？胃か？それとも肝臓か？心臓か？なんか豆腐みたい。あ、でも結構濃厚。うん。うお、グロ注意。なんか、腸みたいなのがある。腸か、これ。腸だな。腸だ。腸となんか、黒いなんか。あ。これ肝臓だろ。あ、レバーの味がする。これ肝臓だ。この黒いの肝臓だったか。うん。あ、これ肝臓だ、多分。レバーだ。腸食べまーす。あ、これ。大丈夫これ。なんか、いわゆる腸だから、あれ。あれ。
これ、うんこじゃないのか。この黄色いの。この、思いっきり腸の中になんか、卵の黄身みたいな色のやつが入ってる、これ。大丈夫これ。うんこじゃないの？やば。あんまり、食べないでおこう。なんか、確かに、なんか、うんこっぽい味もするような気もする。うんこ食ったことねえけど。なんか、ところどころあれだな。レバーみたいな味のやつがあるな。うん。まあいいや、とりあえず。うん、ここら辺で一区切りつくか。とりあえず、うん、これは、ひどい。これはひどい。マジで、八海山好きにしたのも間違いだった。完全に。あー、こぼれたー！完全に八海山好きにしたの、あれだ。俺のミス。うわ、めっちゃこぼれた。八海山。あー、もったいない。八海山がー、おしっこみたいになった。おしっこ漏らしたみたいになってしまう。だいたいこんなちっちゃいおちょこで1.8リットルの一升瓶をさ、のやつこんなおちょこで飲んでられねえっつんだよな。バカじゃない、マジで。あばばばばば、こんなおちょこで飲んでられねえっつんだよ、ボケが。せめてこれぐらいのさ、うん。ね。コップで飲もうぜ。うん。まあ、とりあえず、評価していきましょうか。いやー、びちゃびちゃになった。今日が3月の6日。いやー、でも八海山うめえ。マジで。これはもうあれでしょう。これで5つ星つけない俺は、バカだぜ。うん。そうだね、コクが、2つ星かな？あまりコクはないです。あまりっていうか、まあ、ないね。ほとんどなし。甘みは結構ある。四つ星。香りもまあ、香り五つ星。これはもううまいの。一言。ですよ。なんだこれ。はい、コク2、甘み4、香り5、おすすめ5。これ文句なし、5つ星。うますぎる。八海山。日本酒でもう、うまい。うん。この、すっきりしたうまさというか、もういい。飲んでくれ。これは本当にうまいぞ。半端なくうまいぞ、これは。このね、もういいわ、もう言ったからもう、何回も同じこと言うのはあれだけど。うん、まあ、俺の冒頭の、俺の、あれを、コメントを繰り返し、聞いといてくれ。いやー、うまい！ということでご視聴ありがとうございました。